ビルヘルムは、ドイツのブラウンシュバイク公。ブラウンシュバイク公、フリードリヒ・ビルヘルムとその妻マリー・フォンバーデンの次男。カール・ニセイの弟。全名は、ビルヘルム・アウグストルート・ビヒ・マクシミリアン・フリードリヒ。1815年に、父が死ぬと、ジュオジである、イギリス・ハノーファー王国折衝を応対し、ジョージの貢献家に育てられた。1823年に、 フロイセン軍に入り、陸軍少佐に任じられた。1830年、兄のカール2世が広告で起きた反乱によって廃位、されると、ビルヘルムは暫定的に広告の君主を継いだ。そして翌1831年、ベルフケノカ内法に則り、高級的な広告の君主と定められた。ビルヘルムは、国務の大部分を大臣たちに委任し、知性の大半を、 広告の領域外にある領地、シュレージエンのエールス公社区領で過ごした。ビルヘルムは、生涯独身だったが、多くの死生人の父親であった。1866年、ブラウン・シュバイクは、プロイセンの主導する北ドイツ連邦に加盟した。しかし、最近親の男系親族である旧、ハノーファー王国王大使、エルンスト・アウグスト2世を、 ブラウンシュバイク公くらいの相続人とすることに関して、プロイセンが承認を拒否すると、ビルヘルムとプロイセンとの関係は悪化した。このため、1884年のビルヘルムの死後、公くらいの相続人が除かれる形となった、ブラウンシュバイク公国は憲法上の危機に陥った。1913年、君主不在の状態は、エルンスト・アウグスト2世の息子、 エルンスト・アウグスト3世が位相続を認められるに及んでようやく解決した。ありがとうございます。